どうもおはようございます、今日はですねちょっとカメラで撮りながらちょっと散歩してみたいなって思ってますんでお願いします。すごいね、この辺りは結構いろいろとものがありますからね。すごいね、これってこれでちゃんと自分撮れてんだもんね、めっちゃすごい。でマイクこれ今つけてますから、モフモフ付きのやつ、風が吹いても大丈夫というわけですね。結構長回ししてるとねネタが尽きるんですよこれ。今日富士そばで飯食おうかな。富士そばうまいっすよね、最高なの富士そば。ちょっとずれてるなと思ったら、ああそうか、高専かな。こうすると自分がこう出てくる。ああちゃんとこうやって追尾してるわ、すごい。ちょっとカメラのレポートしながらね行きましょう。私こうやってねいろんな場所歩いてますけど、そうかこういうことしながら歩けるのめっちゃいいな。 iPhone じゃこうはいかないからね、すごいね。やば、 iPhone じゃこれ絶対無理ですよこういうのね。うわここら辺は住んでる人はもう年収1000万とかいう感じなんですかね。ブラボーに高い家賃の街でございますよここは。カメラなんて向けてたらさ、すげえ黒服が殴りにかかってくるんじゃないかっていうようなね、そんな街です。プライベートとかねもうそういうところになってますね。いやすごいねやっぱり。うん、そうですね、まあ、大体この辺りってのは本当に服のお店とかさ、あとジムね、ジムあるんですよ、フィットネスとか至る所にあるんだよねフィットネス関係が。なんでなんですかね、あとなんかイメージが湧かないですけどもあるんですよね。街ですわ。 あんまりなんかこう周り取りづらいよね。ちょっと 見ますか。こんな感じです。知らねえやつですね、わかんないよねこんなんね言われた。こういうまあ食べ物屋さん、しかも高級なのがめっちゃいいわ、めっちゃいいですね本当にね、すごいねこれ。焼肉のこのいい匂いがしますよ、たまらんな。ここからあ好きながらね、東京タワーも見えますね。見えませんでしたね今ね。僕は見えたんです、僕は東京タワー見えたんでいいです。まあそんな具合ですよね。本当にねいいんですよ、いい町やね、これいい町やでこれ。食パンのお店もできてますね。食パンか。ちゃんとこれついてますマイク。大丈夫。あ、いる、いる、これの、これやっぱり
撮りたくなるでしょう。イルミネーションです。いきます。ドンドン、こういうのこういうの最高ですね。こういうのいいよね。ちょっとこういうの通り抜けてみたりしてさ、いいですね。いう風景を俺が撮りたいの、ね、こういうの撮ってこその発光がちゃんとしてるんですよね。いいですね。こういうの撮っていきたい。ほらこういうの撮っていきたいんだよ、うん、まあそんな感じです。歩きますか。もう六本木やってないんだっけ、イルミは。フェイストラッキング、今顔を自動的に追尾してんだ。すげえ、これすごいな、このカメラめちゃめちゃいいね。歓迎度お菓子、はいはいはい、ああいいですね。これあるよな。中華料理かと。靴屋さんもあるんだね。へえ。うまそう。きれいな。駐車場なかったけど、いや、麻布にもキャンドゥあるんだよね、うん、そっかそっか。なるほどね、うんうん、もありますね。この上にハウフルさんだよな。わかるわかるよ。うわー、なんか僕はたまにね、コロナ禍以前はここ歩いてたんですよね。ここら辺歩いてて、ここら辺を歩いてて、テレビ朝日のかなって言ってましたね。すごいな。このハンバーガーの店もあるんだよな。そばね、さらしだね、はい。
創業200年って書いてます。へー、何失敗してたの、何なんかに失敗してないです、大丈夫かな。上上にねさね、ありますね。あ、こうやってズームもできるんだ。六本木ヒルズありますわ、森タワーが。たまにあん中入りますよ、映画見たりしてね。いやー、そうか、なるほどね。だいたいいつもあのiPhone で撮ってる時ってもうこれぐらいの時間になったら焦るね。もう焦りますね、容量がなくなるっつって。そっか、容量の心配しなくていいんだわ、すごいな、容量の心配ね。いやでもここら辺のお店もなんか結構閉店してるわ。閉店ラッシュだね。一人でこうやって歩くの大変だな。一人ごとになっちゃうしな。ないかな、もうやってなさそうだね。さあ、六本木ヒルズのすぐ近くですね。てかもう厳密にはここも六本木ヒルズなんですけどね、やってきております。ああ、OK、反応してますね。本当に暗いとやっぱり追尾できなかったりすることはあるかな。いろいろとお店もありますし、あ、やってんじゃん、やってやってな。俺が今回ねこう取りたかったものがありますよ、ドン。これだ、これ、これを撮りたかったんですよ。ちょっとまだまだまだ本番はこっちですから、曲がってからですから、これを撮りたかった。これほらほらほら、おお、どうですかこれ、いいでしょう、都会だね、これは都会だよ。これクリスマスぐらいの時期になるとね、ものすごい人数がすごい取りに来るんですけど、もうさすがに1月になるとね、人少なくなりますね。いいよね、これ取りたかったんですよ。もうちょっとこれ近づいてみますか、これいいでしょう、いいでしょう、つたや書店の前、この感じ、この感じですよ、この感じのイルミ号ね、奥にはテレビ局員という、これ感じですよ、これこれ、これを撮りたかった俺。おね、最高でしょ。これをね取れるんですよ、これがいいんだよね。いやーいいな、しかしお腹すいたよ、これ
前は。腹減っちゃったよ、お前は。なんでもない。俺これまで iPhone とかだも撮ることはありましたけれども、なんでもない風景。なんでもない風景こうやって並んでんだから。いやすごいね。ヒルズだね。うん、すごい。あれはすごい。まあ歩いていきます。ここから六本木ではなく乃木坂の方までちょっと歩く形になります。なぜかというと帰りの電車に乗れるからです。はい、大江戸線だとね遠いんですね。さあ行きましょう。いやまあここも昔はねなんかありましたよね。ブルーマングループ劇場とかね。あとあれサウナのやつってもう終わったんだよね。アートサウナっていうね。ねえ5000円すんだよね。なんか30分とかで5000円でしょ。六本木価格だったよねあれね。行きたかったかって言われるとちょっとうーんってなっちゃうけれども、行った人はああこういうのもあんのねっていうふうに言ってましたよ。水風呂がないのがしんどいな。この店いつもこのドアでけえなと思うんだよな。なにこれ。ああ、ちょ。どうしてもねこう枠出ちゃうんです。この要はこの外の黒とマスクの白でなっちゃうんだな。きっとマスクトラッキング人が。片手をポッケに入れてますわ。寒い。ここ何ヶ月、いや1年ぐらい行ってないな。あんまり使わないんだよね。まあ、ちょっとなんかここら辺からはちょっとなんか撮影とかすると怪しまれたりするんでちょっと切りますけどね。一旦切りましょう。